れ様です。お疲れ様です。あれ、喋ってください。どうも。ちょっとじゃあ今回初のメンバーが2人なので、ちょ自己紹介をお願いしたい。じゃあちょっとお手本をまず。 YouTube ドキュメンタリーをご覧の皆さん、こんにちは。巻きでお願いします。ギターの井上です。はい。どんなツアーに？そこに来てくれた、全ての者たちを、ちょっと巻きでお願いします。ベースの北原です。キーボー。出身地は？出身地は千葉県出身です。はい、はい、休みの日は、はい、だいたいアニメかドラマを見てます。今の一押しの作品、今の一押しはアリバイ崩しのアニメ。アリバイ崩し、アリバイ崩します。浜辺美波ちゃんのドラマを見てます。はいはい、へえ。以上です。どんなツアーにどんなツアーに、はい、今回初、どうですか、雰囲気的には。そうですね、はい、いじめられながら、はい、よく耐えてるなと思います。イメージがある。そうですよ、楽しく、はい、いい曲ばっかりなので、はい、ぜひ来てくれたらなと。そうですね、ありがとうございます。わぶわかん。タイミング悪すぎ。ドラムの、じゃあ、ご紹介。はい、ドラムの若山です。はい、若ちゃん。今、犬が欲しいです。わかる。欲しい。何種類は？トイプードルか、マルチーズか、柴犬。私は柴犬ですね。まさに。ワンちゃんはね、いいですよね。いいですね、とても。犬派です。みんな犬派。両方。犬も飼ったし、猫も飼った。今猫飼ってるし。僕は、猫は可愛いね。プレーリードッグとか飼いたいな。どういうやつだっけ？なんかこういうやつ。どういうね。もう猫でも。ちっちゃめのやつ。ちっちゃめのやつ。あとウォンバットとか飼いたいね。知ってる？あのコウモリみたいなやつ。うん、あれ、なんかずんぐりむっくりな犬。うん、どうですか、初参加ですけど。いや、もういじめられながらやってます。もうね、まこちゃんがバマスっていうのを初めて、あー、そう、はい、体感して、もう素晴らしいなっていう、すごい怖く感じられます。いじめられてますね。板村さんもすごい怖くて。やめてください。信憑性があるから、それはなんか当ただらけ。でも見えないからいいよね。確かに。そのライブではどれぐらいあざがあるかを注目してます。ひどいんだけど。悪い印象しか。みんなあざだらけで、はい、じゃあそんな感じのメンバーです。ドラムインのところを伺っちゃってさ、どうしようかなと。結構長かった。あれも結構気にしないで入っちゃっていいな。一応ね、結構見てて本人で、めっちゃいいじゃん。すいません、めっちゃいいじゃん。それだよ、それ。最後に。そしたら若ちゃんに。タイトルは言わないけどね。言わないか。よろしくみたいな。ライブでなんかいろいろ変わってきそう。アウトロ前のドドド、あの4拍目でドゥーンって欲しいです。ドゥーンって、はい、4拍目でドゥーン、はい、ドゥーン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 、そうそうそう、割れた。じゃーん、最後で割れた。僕
茶わまあ、あれなんだよ、薄いんだよ、これが0.73。ここ0.73。あれ雑、雑さが雑忘れてた。2人がめっちゃ笑ってたよ。キーボードずっと。歌う気ない。もうなんか気をつけた時にはもうすごい笑ってた。途中だった。ここだったよ。リハ音源聞いててさ、まほっちゃんの声がさ、たまに女性に聞こえてくる。あーだからすげえね、2人のなんか相性がめちゃくちゃいいね、コーラス。絶対これはもう後でもう後でもうチェックチェックチェックしゃDV DV3月15日が東京でです。今日はね、珍しくゲストとして今回の今週末から始まるツアーのメンバーを お招きしたいなと思います。暑いな。暑い。あれ？なんか暑い。なんか暑い？あ、暑い？あ、なんか厚着なんじゃない？一回脱いでみるわ。あ、ちょっと待って。それはもしや。あれ？ちょっともうちょっと前にじゃあ。これカメラか。これカメラです。何今の？お、なんと今回のツアーのロンティーじゃないですか。しかもバンドセットの色になりました。楽しくなるのはもう目に見えてるんで、うん、もうすごく楽しみです。
で初めてやらせてもらえるので、もう何でもやっちゃいます。何でもやっちゃう、何でもやっちゃいます楽しみです。よろしくお願いします。イエーイ。一生懸命この思いの、うん、思いを詰め込み詰め込み、そして気持ちを詰め込み、会場で会いましょう結局お客さんと一緒に山田さんをもう全身で感じてハッシュタグハッシュタグ感じて、感じることができればなと。ロックあり、バラードあり、アコースティック、分かんない分かんないわかんないのがありの、いろいろありのライブを一緒に楽しみましょう、はい、お願いします。お願いします。今回、新色です。これ、いびつだったら一緒に出てみます。あ、このアコシアコシ、同じイラストね、ライブ行くときに、クリアファイルか、今回のアルバムの色染めっちゃ良くない？可愛い。これもさやかちゃん、そう、さやかちゃんが言ってるんですけど、私の歌詞の一部分からイメージするイラストを幼なじみのさやかちゃんが描いています。これは小引きっていう製法というか、とお器のタンブラーですかね、湯飲み